するしない？それでは今回の匠ご覧ください。難2曲開始です。皆さん手配を開けてください。ドラは9層、キムさんはなんちゃでございます。はい、手配がこちら。うん、本当に良くなってきました ね本場の苦しいのを脱出していい感じになってきました。麻雀ってね、やっぱり苦しい曲、はい、続くこともあるんですよ。我慢、本当に、ね、心折らずにね、こういうそこそこ戦える手が来ることを信じてね、気持ちずっとハイパイが悪かったです。だからといって未来もハイパイ悪くなるとか絶対ないんで、人生の話もあるすごいいい言葉。あ、いいですかね、はい、こういうのがね、上がれそうですよね、はい、こう役牌泣いて、仕掛けていくと、はい、もうそうそう、トンバは打点打点って言ってたんですけど、うん、その理由がやっぱりリードした後の打ち回しが本当に安定感抜群のね、楽にトップ取れる展開になりやすいからな。ナンバで打点打点って言ってると本当ラス引いちゃうんで、競ってる状況はね、安くても1回の上がり大事です。はい、もうね、初の一択ですね、うん、はい、スピードスピードでいきましょう。またあの前回の上がりで、うん、全員が2万点台と、そうそうそう、いう今の状況も含め、はい、ここからは相手の高打点を阻止する安い上がりの価値がかなり高まります、うん、阻止って大事ですよね。大事大事、うん、という面がなんかやってますね。4-2どうですあれは、手出しで打ってきましたね。あれは遅い、ね、遅い可能性が意外とありますよね、うん、かなりすごくいいか、多分トップ目だし手配そんなにだから染めとかしながら、うんうん、折り地味で打ってると思います。久々にあまりこう深く悩まなくてもいい手形が来たおかげであ、ただねこれね、面前が見えてきたんですよ。なのでちょっとね、泣くか微妙です。あれこれどうです、はい、いやこれね、今は今出たら泣かないです。え、変わっちゃったんですね。はい、実はなるほど、あまりにも相撲が順調なんで、あ、ドラ切ってきました。おや怖いね、けど端っこのドラはそこまでね、うん、あの気に、うわー泣きますはい、キム泣きます一巡ごとの本当に、はい、ピンズ4連チができたおかげで、うんうん、かなりリーチの未来が見えてたんですよ、はい、まあ、カンパッソとか、うん、シャンポンとかにはなりがちですけど、リーチの未来見えてたんで、ハクスルーで行こうと思ってたんですけど、残クはもう保証されたんで、だったらね、確認していいですか、はい、泣くの、これは泣きます、ハク泣きますね、まあ、これも泣きます、急走も泣きますね、これも泣きます、急走そうですね、ここは泣かないですね。カンパッソはもう出る、チーする、残り2枚のカンパッソ行きが残っちゃうんで、上がりが一気に苦しくなるし、ここは泣かないですね、泣かないですね、うん、ピンズはまだ自力でなんとかなるんで、わかりました。はい、なのでじゃあ、まあやっぱりドラポンの白バック偉いので3層切りになっちゃうんですけど、ね、本当はね、チーソーとか切りたいんですけどね、あ、チーソー切りたいんですね、まあ確かにね、そこ泣こうってちょっと欲張りすぎな、ね、なかなか出会えないですもんね。まあでも変化ありますしね、そこも。そうだね、一応ダイレクトに来ても嬉しいと、うん、まあ、スーピンが3枚目になった、ありましたね、ピンズが本当にいい形になります。これちょっとね、はい、チーソースルーとか出てきたな。あ、ピンズが本当にねいいと思うんですよ。マンガンハネマンで育つ可能性がちょっと出てきてる。チーソーポンはもう残空で三半で止まるんですよね、はい、これ泣かない、うん、結構ね瀬戸際ですね今。これやっぱ217なんで三半上がっても、うん、ラス引かない可能性は結構ね増えてくるんですけど、やっぱり境界るこの2万5000持ち3万返しルールトップが偉いんで、三半の加点はねちょっと不服なんですよ。その差大きいと。はい、じゃあ今のままだと泣かない方がパーセンテージが上がる、ね、今ちょっと決めないといけないんで、あ、今ね、そう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 、ね、チ
シーソーポン、3班、3班の上がりは早そう。チーソースルーするとリーチの未来がそこそこ出てくるんだよね。そうですね、うん、満貫ですね。そうそう、リーチ吐くドラドラか、リーチドラさんかみたいなね、スルー好きですね。そう、そう、これね、ちょっとね、スルーしてみます。217のラスなんで、チーソーはスルー、吐くは泣きます。満貫のコースが残るんで。そうですね、はい、急走ももちろん、はい。ただ吐く泣いて天敗取るかもう悩ましいんですけどね。まあ取るかな。シャンポン天敗取りそうですけどね。瞬間の8000点も偉いし、両面変化も別に小さ回りはあるからね。まあそうするとね、あの8000無理なんですけどね。そうね、周りの速度感を今どのようにキムさんが感じてるか。上下はね、普通で、ちょっと目立った情報は特にないです。ドラがちょっと早いのが気になりますけどね。それぐらいですね。ただ端っこのドラ、あ、今度は小さそうだ。なるほどね、対面です。じゃあマンズに寄せてる可能性がある。それだったら遅いかもしれないですもんね、はい。お、ハッが出た、ポン、はい。さあどうする。小さそうが1枚打たれたんで、結構ね、泣かないって言ってた小さそう、はい。これはね、僕はね、小さそう切ります。実は、はい、やっぱりあの裏目の急走出るがボンできるんで。あ、そうですね、はい、確かに、はい、持ってきてもどうにでもなりますもんね、はい。もう両方1枚切れのシャンポンは上がり率があまりにも低いので。確かに、はい、お、あれが見えてなかったら取ってますか。ビサで取りそうです。おう、これは出てる可能性高いですね。確かに残酷は今逃しました。これね、はい、もし自分が、うん、けどこれもね、別にチーソーで上がらされてたんで、うん、これ8000になる可能性もあるんでね、うんうんうん、気にしないでいいでしょう。泣いてないとチーソー入ってると思うんですよね。そうだね、うん、はい、これはもうチーします、はい。チースーピン、これ最後のスーピンですね、はい。これめちゃくちゃいいリアンウーピンになりましたね、はい、はい。チーソー急走シャンポンだったと思えば、このリアンウーピンになったのはもうめちゃくちゃいい変化になりました。結果論でいうとチーソーすぐ出てたんで上がり逃しましたが、まあでもめちゃくちゃ上がりやすそうな街に変わって、うん、しかもね、これこっち来ても嬉しいんですよね。そうそう、で、あとそうそうそう、忘れてはいけないのがポンとカンを忘れないようにね。あ、これもですね、はい、ローワンのカンもこれは必ずした方がいいです。大民館でもした方がいい。全部カンする、はい、した方がいいです。その思考ちょっとおろそかになりがちですよね。そうそうそう、こっちはあってもこっちの、そう、ね、思考って大事ですね。ついね、もう狙い通りのリャンウピン、リャンメンテンパイ満足して、うんうん、すぐ出るローワンとかにね、まあ急走すらね、声出ないちょっと初心者中級者の方もいらっしゃると思うんですけど、うんうん、残酷でゴールは全然ダメなんですよ、うんうん、はい。街を良くするためにこのように打ちましたが、そう、高くなる素材は全部生かして、そう、21,700 っていうのは忘れずに、かなり大事、そう、勉強になります。自分が明らかな先制転敗、両面先制転敗、これもうめちゃくちゃ有利な状況な、わー、これはどうですか目を閉じたしかも G1 の統一落としのリーチだ。まあでも、はい、あの全プッシュでいいです。いきますか、はい、よし、3班両面で、ですか、はい。これね、残酷の両面転売じゃないんですよ。4級の両面転売なんです。4級、あ、あ、そういうことか。上がれば、なるほど、この手は4、ね、上がれば4900の加点になるんで、もらえますもんね、もうほぼ5000点と。これね、もう何も降りる範囲内です。全部プッシュです。全部プッシュだし、6巻ですか。ローワンの大民館だけはやめます。なくなりましたか、はい、こっちのポンだけあって、はい。あ、いや、急走ポンはね、ローワン切れないか、はい、ローワンで宝珠がバカらしいんで、そこは、はい、4級で、ここはいいよと、4級でもういいでしょう、はい。急走ポンしたら9000の電波になるんですけど、まあね、降りるとしたらなんだろうな。あ、これはね、暗冠、はい、これは冠しやすい、はい、切れないんで、宝珠したらバカらしいんで、はい。じゃあ冠、ローワンの暗冠、シンドラは
なんと3品お満貫になりましたね。2品あそこにいました。はい、もうあの全部プッシュです。はい、はい、いや盛り上がってまいりましたそうですね、もうヒヤヒヤするんですけどね、自分で打ってると。でもここまで育ちましたね。そうだね、いろいろありましたが、いろいろありましたけど、うん、体感はとてもいい街です。うん、あとは上がれるか。さすがに勝つんじゃないかな。うん、これは怖いね。イースーワン怖いです。はい、そうですよね。はい、はい、スーワンデロン、しかも高めだ。はい、はい、ミキタンヤーピンフドライチ1万2000の宝珠となった。ここは後悔はないか。これは全然気にしないです。はい、はい、さあでは皆さん手配を開けてください。ええ、あれちょっと思ってたんと違うの。何なんがないなんかポンポンペーロンがある。判定してくれよみたいなの入ってますね。最悪当たり入ってますっていうかダブルヤフマンまであるじゃん。あ、ないわ、トンがないからね。うわあ、すごいな。いやいや、すごい冷静にすごいなさあ、というわけで今回いろいろありました。はい、かなりあのまだまだ通ってない筋があるとはいえ、うん、ピンズはないなさそうで、なさそうですよね。ピンそうだね、数ピンが全部見えてるからね。マンズとソーズはまだ可能性もある中なので、うん、よりいきますよね。そうですね、うん、まあ相当怖かったですけど、両面危ないです8000の両面から降りることはほぼないですね。はい、さあ痛い報酬となってしまいました。はい、この後どう巻き返すか、うん、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。